今だ、はい、始まりました。コシネチャンネルでございます。はい、コシネチャンネルって何ですか？カスタムカーを紹介するチャンネルでございます。あ、はい、分かりました。はい、で、まあ、そこに通ずる、まあまあ映してもらったらいいんですかね。とりあえず、はい、テレビ東京来ました。違うそこから始まるの？うん、来ました。去年に引き続き、スタンスネーションお台場でございます。はいはい、でね、まあうちこんな感じで今日また来てます。あら、なんか怖い車が。そう、怖い車が。ゴールドね。うん、これ僕の次期愛車。次期愛車怒られるからね。まあ、ということでね、今日スタンスネーションお台場の様子をちょっとお届けする前に、去年撮った僕らこれで来てますよっていうのが割と好評だったんで、ちょっとそれをまた今回の動画撮らせていただきたいなと。で、個別で撮れる車も車両もね、もう何台かありますんでね、まあ、それはちょっとまた個別で出させていただきますよという形でやっていきます。はい、こんな感じで越谷楽しくやってますはい、その様子をお届けしますんでまあちょっとお付き合い願えればと思います。大丈夫ですかね。はい、じゃあまず1台目はね、まあ細かいこと言うとうちのメンバーではないんですけども、ももさんね、いつも仲良くさせていただいてます。で、詳しくはももさんのこちらのベンツは個別で撮影してますんで、まあ、そちら見ていただければと思うんですけど、まあかっこいいじゃん、これ DBS のゴールド。そっちが仮パケ失敗したやつ。そう、仮パケそれリアルに合ってるね家もまた貸してくれるけどね、ももさん優しいから、はい、まあもうこのももさんらしいっていうかね、うん、まあ、かっこいいですよ。こちら、ももさんのベンツも今日一緒に来てます。はい。はい、で、次。ジョー太郎。これは、あれ、いない、オーナーが。なんか、寝て。あ、オーナー寝てるわ。うん。なんか、もどもどしてたもん。うん。寝てるわ。だから、去年のね、ジョー君が、去年のが白い前期のロングだったんですけど、うん、乗り換えました。シマ。トヨタですか？トヨタじゃない、うん、ここに思いっきり書いてあるからさ、リスタって。あ、BBS で、うん、違うわ、BBS 書いてあるけど、うん、そう乗り換えたんですよ、50Cにね、うん、50の中期かなに乗り換えて、まあ、一応こういう仕様で乗られてますよ。今後ろで爆睡してますからね。前期、中期、後期ってあるんですよね。そう、前期がね、箱さんね、うん、どうですか。後期が一番怖いうまいこと逃げたね、今まあでもこれ、V6 の3リッターターボスも珍しいよね、うん、てか2なんだよね、4.5 だっけ。 4.5 ですよね。シーマは後期は 4.5 しかないです。 4.5 の V8 と前期中期が3リッターターボもあります。ターボがあるのか、はい、というところの3リッターターボのターボです、うん、で次行きましょう。あ、職人の車、一番ビカビカだね去年から変わったとこないよね。去年から変わったとこ、うん、ボディ磨いてくる。ボディ磨いてくるこれはね、見てほしいね、うちのデモカーで。まあうちで磨きをやられる場合はこうなりますよっていうのを見ていただければ、うん、まあもうね、近くで見てほしい。これはだってもう何年経つ、これだって GS 何年前だっけ。2012年でしょ。12年、僕乗り始めて8年だけどね。8年でね、この感じはね、もうね、すごいと思いますよ。ありがとうございます。うん、まあ、ぜひ自分の目で見てほしい。てか、ぜひ磨き頼んでください。そう、金取るよ当たり前でしょはい、来ました。はい、我らが官房長官。今日はね、あそこで。そう、去年はあそこだったけど、さらにいいホテルに泊まってるんです、うん、エグゼクティブに泊まってるんですクソやろってね、うん、やめろ、ピーだ今で。またいないですから、またいないですよ。もうだってもう8時半よ。だってサンルーフも閉まってるから。うん、なんか駐車券入ってる高そうな駐車券が入ってるこれ高そうな駐車券、まあ、特に峰さん、はい、うん、特に峰さん変わってないかな、ちょっと酒臭いぐらいいや関係ねえだろアリちゃん、はい、あいつどこ行った。アリちゃん、あれ、もしかして大丈夫、倒れてないの。亮太ですね、の亮太ですよ。まあ
言わずもがな、なるきのお兄ちゃん。そうだね。去年はね、本当にちょっとすいません、ご迷惑をおかけしまして、ね、はい、まあそうですね、まあ、今年はそういうことがないように、一応本人寝てはいますんで、はい、今ちょっとどこ行っちゃったか分かんないけど、去年倒れた、ああ後ろに乗ってた、いた、よちよちさんの後ろ、ああじゃあ大丈夫そうだ、今のところ大丈夫そうだ、じゃれてる、で今また元気そうに、はい、元気そうに喋ってる、下に、そう、下にあっちが車だった。ちょっと B の話してた今。ちょっと B の話してた。まあそれがこうしたいんですよ。はい。去年いなかった。そうです。うん、去年いなかった。久君のクラウン。これはトランク見てほしい。そう、あ、そうだね、トランク。から夜の方がね映えるんですよね。色がねエチエチなんですよ。じゃじゃんじゃーんということで。そう、まあ、年単移設しててプラスこれね夜すごいんだよね、エチエチなんですよ、そう、発光蛍光っつうのかな、なんとかホテルみたいな、そうそう、これちょっと確かに今の明るさだとねちょっと半減しちゃってる、これ夜見るとすごいんだよこれちょっと夜見せてくださいって言った方がいい、そう、ぜひ、そう、そう、本人も変態ですからちょうどいいと思いますよこれね、うん、今ずっとあそこで下で喋ってるからさはい、まあ久君のクラブね、なんか何かを喋ってるんでしょうね、あそこはね、会長の何突っ込みないのって何を突っ込んでしょう、いやいや、まずだって亮太の生存確認しないとまずは亮太の生存確認しないと、あれっつってまずはね、何でいきなり倒れ込んできたの、倒れ込んできてもやめ、倒れ込んでダメだぞ2人とも危ないんだから、まあそう、血圧が200超えてるようした会長でございます、うん、聞いたこと直さ早く、まあ、ということで吉高さんの会長も変わってない、会長も変わってない、カズ君は変わったよ、カズ君も去年いなかったかな、いなかったっけ、カズ君去年いない、うん、で、まあ綺麗だね、綺麗な、うっとりするぐらい綺麗だね、シルバーボディの RS 入ってモデリストで、家族のやっぱ仲なんだよね、てかブレーキ入れたでしょ、あ、ブレーキ入れた、ブレーキ入れた人がいるよ、タコさん大変だったなね、これブレーキ大変だったな、去年のジョー君のブレーキを身内の中で引き継ぎまして、はい、でこれ箱さんがつけれちゃうっていうね、でうちそういうのも やってるだからまあそういうことでブレーキを入れてやってます、いや、マジで綺麗、中見てほしいよね、マジで綺麗、自分で磨きながらジガジガさんね、この白い内装ね、希少な、シルバーボディにメロン内装のロングってなかなかないんだよね、希少な、そう、メロン内装、メロン内装ね、メロン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 じゃないと、家族と今年入りました。必殺仕事に。必殺仕事にいいですよね。うん、まあ、僕らじゃ見ていただいた方ならめちゃくちゃ車詳しいから。何でもできちゃう。うん、もうむしろ俺喋んなくていいんじゃないかなと思って。いいよね。箱さんが喋ってくれたといいもん、ね。絵的にはね。うん。ということで箱さんのセールしよう。うん。これも安定に綺麗だね。そう、めちゃくちゃ綺麗だし、とにかくね知識がすごい。だからこれから動画バンバン出ていくんで、大体僕がだからいつもふざけ散らかって、横から箱さんが解説入れてくれるっていう感じ。やっていくと思います。箱さんも自分で磨いてますから、ね。うん。めちゃくちゃ綺麗だよね。うん。うん、箱さんのも動画好評ですからね。そうね。うん、まあもう王道っていう感じの305キセルなんです。うん。次の車何を乗るのかね。あ、この方僕初めましてです。うん、僕も多分初めて、ちょっと紛れ込んじゃったなと思うわ。あ、でも旗の登りが。あと回収します。あ、回収。はい。あ、でも去年もなんちゃいた？南原さんいたよ。あ、じゃあほら、あそこでしたらこう、あれがオーナーです。あれが50オーナーです。コンフェスでラムネ大会で。あ、そうラムネ、そう、伝説を作って、でまた脱線でリベンジしますからね。脱線なんじゃね。脱線リベンジね。うん、ダメなんだこれってあげたらあれ。分かった。分かってねえからあれ。うん、まあ、というラムネのなんちゃん。ラムネのなんちゃん。うん、で、まあ、僕のっていう感じの、今日は何か変わった、あ、去年の変わったところで言うと、まあ、ブレーキ、
あのお父さん社長ありがとうございます社長ありがとうございますご贔屓にさせていただきますありがとうございます結構ね声でね装置のもう一回取り直してほしいっていう声結構割といただいててありがたいことに、だからまあちょっとどっかでやろうかなと思ってますけど、あんま変わってない正直。あのアレス入って前の動画から多分3年ぐらい経ってるのかな、あれ俺とミッキーがな鬼そう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 、あれから3年ぐらい多分ね、まあアルミとブレーカーあったぐらいかな。あとトランクスポイラーついてなかったね。あ、ついてなかったね。うん、だからそこら辺が変わりましたよっていう、まあ僕のボディ綺麗になったね。うん、まあ磨いてもらいましたよ、ただです。ただでやめろ、うん、まあ一応その、計モモさん含め11台で来てますよという感じです。でね、今日あれなんだよね、一般搬入が一般の方が入れるのが11時っていう、今8時半なんですけど、あと12時間後ちいげえ、なんで夜から入るんだよ。で 2days なんですよ。だからかなりの、まあ、あの規模のイベントになってて、かなり台数も来られるよという形でございます。じゃあちょっと突撃していこうか。そうね、うん、何台か取れる車もありますからね。どうします、今9分だから次週にします。次週10分か、もう10分経つ。うん、次週です。次週です、次週です。尺稼ぎますから、うん、ということで、まあ今回のスタンス、2024年は一応このメンバーで今日参加してますっていう動画でございます。はい、で次からはいる、参加されている方の車をねちょっと何台か取っていこうかなと思います。そちらも見ていただければと思います。はい、じゃあミキ行こう。バイバイ。